アレックス・アーサー・ジュニアは、イギリス・スコットランドのプロボクサー。元 WBO 世界、スーパーフェザー級暫定王者。アメージングの異名を持つ。2000年11月25日、マンチェスターで、プロデビュー。2002年3月11日、無敗のまま IBF、インターコンチネンタルスーパーフェザー級王座を獲得した。2002年6月8日、空位の WBO。 インターコンチネンタルスーパーフェザー級王座を獲得。2002年10月19日、ブベブック、英国スーパーフェザー級王座も獲得した。2003年3月22日、WBA、インターコンチネンタルスーパーフェザー級王座を獲得した。その後、アイリッシュトラベラーズで、マンチェスター在住のボクサーマイケル・ゴメスとのブベブック、英国スーパーフェザー級タイトルマッチ並びに、 WBA インターコンチネンタルスーパーフェザー級タイトルマッチが決まり、両者の絶戦なども手伝って、スコットランドでは大いに盛り上がった。結果はサンドダウンを奪われて、自身初黒星となる5回2分58秒、TK o 負けを喫し、ブベブック、英国王座並びに WBA、インターコンチネンタル王座から陥落した。2004年3月27日、 再度 IBF インターコンチネンタル王座を獲得。2005年4月8日、ブベブック、英国スーパーフェザー級王座を再獲得、コモンウェルスイギリス連邦スーパーフェザー級王座を獲得した。2005年7月23日、エブ・オシュースーパーフェザー級王座を獲得した。その後ブベブック、英国スーパーフェザー級王座は一度、 コモンウェルスイギリス連邦スーパーフェザー級王座は一度、エブ・オシュースーパーフェザー級王座は三度防衛した。2007年7月21日、初の世界挑戦で、WBO 世界、スーパーフェザー級暫定王座を獲得した。同王座を一度防衛後の2008年5月15日、正規王者ホアングズマンの王座返上に伴い、正規王座認定を受け正規王者に認定された。 2008年9月6日、ニッキークックに12回0から3の判定負けを喫して王座から陥落した。ありがとうございます。